こんにちは、ポットの沙織です。メイです。はい、というわけでメイちゃん、はい、何やらビッグニュースが、ビッグニュースがあるんですね、うん、はい、じゃあちょっとメイちゃんの方から言ってもらっていいでしょうか。はい、はい、ポットのオンラインショップができました、はい、というわけですごい、オンラインショップがなんと、はい、解説されました。そうですね、オットの店舗といえば秋葉原なんですけど、まあ秋葉原まで行けないよっていう方も多分大勢いらっしゃると思うんで、そういう方はね、動画見ていただいてオンラインショップの方ご利用していただけるととっても嬉しいです。でもこうやってなんかオンラインショップっていうので、本当に日本各地のお客様ともっとこう密に関われるっていうか、はい、っていう風になるっていうのはすごく嬉しいですよね。はい、はい、というわけでもう記念すべきね、セット商品が出てるよということで、じゃあめいちゃんの方から、はい、お得すぎるセット商品のご説明をさせていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。10万円以内で始めるプロが認めるペンシピアノ超おすすめスタートセットです。はい、でででーん、すごい。というわけで10万円以内で、はい、10万円以内でピアノを買うこと自体も、そうですよね、なかなか難儀な世の中ですよね。そんな難儀な世の中、10万円以内でピアノだけじゃなくその他セットがあるという認識でいいですか。はい、はい、というわけで、じゃあ何がついてくるかと、大人の方はピアノ始めるときに何が必要になるか、はい、ということで、もうオットーのプロが、この写真ね、ヨステ管理人がヨステ管理人がね、こうやって楽譜を持ちながらね、はい、微笑んでるっていう写真がついてるんですけれども、でもね、ヨステさんのあれなんですよね、オットを始めるときにピアノ始めたんですよ。そうなんですね。なので、まあちょっとね、三藤店長とか私はちょっともうその始めた頃を少し忘れてますけど、ヨステさんだってまだね、そのピアノを始めた頃の思い出っていうのがすごくリアルにあると思うので、じゃあ何が必要だったかなっていうのはすごいヨステさんの目線から見て、今回セットの商品をね、チョイスしているということで、オット店長三藤佳代もね、大人入門にぴったりなプロも大絶賛の人気商品がセットになりました。これさえあれば間違いないピアノセットです、はい、って書いてます。すごい意気込みがめっちゃ伝わる。はい、はい、ということなんで、ちょっとこのセット商品ご説明させていただきたいと思います。でピアノの方は、後ほどお伝えさせていただきますけど、コルグの C1 エアというピアノがまずメインですね。メインですね、はい、メインにあります。でこれも通常価格税込み109,868円。はい、すごい細かいけど109,868円。はい、ピアノだけでこれお値段出ちゃってませんか。大丈夫ですか。10万円以内じゃないもんねということ、かなりのお値引きがされてるということがもうここから匂わせであるわけなんですけれども、はい、これプラスなんとこの高低自在椅子が、はい、ついてるということで、はい、皆さん、この高低自在椅子って、はい、あれなんですよね、オットーのオリジナルブランドなんですよね。はい、そうですね、はい、オリジナルブランドです。はい、もうピアノを目の前にして座り続けてきたオットースタッフがもうよくよく考えて、もうどんな椅子がいいだろうかってことで、はい、もうめちゃくちゃ吟味して作った椅子です。でこのエチュードっていう商品なんですけれども、まずね、もうここのね、張り感、はい、結構、まあこれちょっと好み分かれると思うんですけど、ちょっとめっちゃ座ってもらってもいい、はい、なんかちょっとじゃあちょっとこんな感じでね、うん、はい、あでも今なんかね、座った瞬間背筋が伸びた、はいそうですね、どうですか座り心地。うわー、すごい座りやすくて、うんうん、背筋がピンとなるような、うんうんうん、椅子ですね。なるほど。それ
座ってても、うんうん、そんなに痛くならないというか、はい、ような気はします。なるほど、はい、もうピアノって言ったらね、まあ、人にもよるけど10分ぐらいで練習やめちゃう人もいるかもしれないですけど、はい、まあでもね、それがなんかこう気持ちが乗ってくれば1時間2時間3時間っていうこともあるかもしれないですし、まあ、これがね例えばちょっとプロの方とかになるともっともっとねずっと座ってらっしゃる方もいると思うので、まあ長時間でも短時間でもとにかく疲れにくいで、あとポイントとしては今めいちゃんお尻に乗っててもらって沈み込み具合ってどうでした？そうですね、うん、そんなに沈まずに張りがあるので、はい、水平にちょっと引ける感じはありますね、うんうんうん、これ結構大事なポイントで、これがもしめちゃくちゃぐにゃって沈み込んじゃうと今度この体のバランス取りにくくなっちゃうんですね。でめちゃんもほらダンサーだからその姿勢のこととか体のことすごく気にしてると思うんですけど、やっぱり沈み込みやすいってなるとこう曲がっちゃったりとかしちゃうので、どうしてもいい姿勢をキープしづらいんです。ある程度反発があった方が絶対に姿勢キープできると思うので、はい、これもめちゃくちゃいいと思います。もうすごい今張り感でこのレザーもねすごいねマットなんですよ。すごい、どうですかこれ、ね、気持ちいいですね、はい、もう本当にこれも高級なあの素材を使っております。でマットなところの良さとしては、まああの座らない時もインテリアに馴染みやすい、あと汚れが結構つきにくいです、うん、指紋とか、まあ、よく触るからね、でもペタペタつけても結構目立たないです。うん、でこういう良さがあります。であとはここのノブですね、ノブが両端についてること、両端についてるので全然上げるも下げるも全然違和感なく、今結構本当に軽く軽く回してます、はい、でここのねこっちはマットなんだけど、ここのノブがピアノフィニッシュ塗装で、よくあるあのグランドピアノとかね、アップライトピアノとかね、ですごいこの艶やかなポリッシュになってるんですよ。でここもすごく大人であのかっこいいと思います。でもちろん耐久性としても本当に頑丈な作りになってますんで、こうやって見ていただいてもどうですかどうですかとか言って、あんまり椅子の裏側見ることないかもしれないですけど、これならもうこれならっていう感じの金具ですね。そうですね、もう一生使い続けられる、一生使い続ける、うんうん、本当にねグラグラ来ちゃうと本当にピアノ弾きにくいんですよ。でどうしてもやっぱりこういうベンチタイプの椅子でもあの物によってはガタガタってどうしても歪みが出てくる。私も本当にあのいろんな現場の、ね、椅子とか座りますけど、やっぱねベンチタイプでもこうやってねカタカタするのあるんですよ。そうするとめっちゃこうバランス取りにくくて引きにくいんで、もうでもこれは本当にしっかりした頑丈な作りなので本当に安心して長いことお座りいただけると思います、はい、というのがオットーのエチュードというピアノ工程自在椅子ですね。もう本当にどんな身長の方でもちゃんと良きところにねあの調整していただけるので、ぜひぜひお使いいただけるといいと思います。次がヘッドホンがついてくるということなんで、はい、めちゃこのヘッドホンってクインテッド、ボヤージュといった商品なんですかね。そうですね、はい、つけ心地も軽くて、はい、フット感もある、うん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 、それで音もすごくクリアに聞こえるヘッドホンだなという感じはしております、うんうん、こういう感じですね、はい、ちょっと素材感も近くに行って、おいしょ、もちろんここでこういう風な、ねはい、調整もできます。で結構さここの耳の当てるところ、ね、ここもすごく高級感あるね、はい、すごく柔らかいです。耳の圧迫感がないと思います、うん、で私も結構これつけてあの弾いたりするんですけど、音離れもいいですし音の抜け感、音がこもっちゃうとやっぱり長時間聴いてて疲れますよね、どうしてもね。
だから響きがこもらないように適度な抜け感もありつつ、でちゃんと耳のところにダイレクトに音を運んでくれるのですごくいいです。これ本当に集中したい時とか ね、なんかね、やっぱ大人の方ってお仕事行ったりとか ね、いろいろあるので、どうしてもピアノの練習ってね、夜間にやるとかが結構多くなるのかなと思うんですけどね。あまり疲れちゃうと、やっぱり弾いてても楽しさが満点されちゃう、ね、そうですよね、はい、あとはやっぱり周りのこと気にして、ね、例えば小音で弾くとかってしちゃうと、実際にどのぐらい の音を鳴らしてるかっていうのが分からなくなっちゃうので、小音でなんか頑張って弾きすぎちゃうとか ね、逆にヘロ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 って弾いっていう風になっちゃう、あんまりやっぱり良くないので、まあ、もちろんしょうがないっていうこともしょうがないケースもありますけど、もしできればやっぱりヘッドホンを使っていただいて適正な音量で弾いていただくっていうのがすごくいいかなと思います。はい、はい、というわけでこれがクインテットボヤージュ、はい、セットが、はい、はい、セットでついてまして、なんと楽譜もついてるよということで、はい、こちらですね、ジャズスタンダード名曲集、はい、これちょっとね著作権のまでに中身まではお伝えできないんですけど、音名かなつきで優しいピアノソロ、ジャズスタンダード、もうスタンダードな曲が、ちょっとここから抜粋して申し上げますと、例えば I got rhythm とか茶色の小瓶、Fly me to the moon とか星に願いをとかワルツ4デビーとかもありますし、もう本当にこうジャズのスタンダードがもうめちゃくちゃ中に入りまくって、その何曲ぐらいだろうか何曲だろう、でも40曲ぐらい入ってる、そうですね、うん、ぐらいですよね。でもうこれのいいところって、一番最初簡単に分かりやすく指番号とかね、はい、楽譜の読み方とか書いてあるんで、これがピアノについてきたら、まず巻頭を読んでいただいて、あ、ふむふむこういうことねってなってから、ちょっと楽譜開いていただくと、でもね、音名もこれついてるんだよね、はい、うん、陽介管理人のピアノ最初始めるときは、うんうん、その楽譜を使って、うん、なるほど、練習されてるみたいです、はい、ということなので、ひとまずこの楽譜一冊あればピアノが届いてから、うん、ちょっとこれ広げてみて音鳴らしてっていうことができるかなと思います。はい、はい、ジャズスタンダード名曲集がついて、はい、今お伝えしたこのセットがピアノにくっついてくるということで、そうなんです、いいですか、はい、うーん、なるほど。ちなみにですね、このセットちょっといやらしいですけど、お値段も申し上げると、オットーのエチュードこの椅子が税込みで9680円、そしてヘッドホンボヤージュこれも税込みで10,780円、はい、そしてこの楽譜が税込みで2,640円なんですね、はい、めっちゃ今暗算できました、無理ですね、この3点諦め早い、はい、諦め早い、はい、そう、でも今のでざっと24,000円くらいは、そうですね、安い、いくんですよね。でピアノも申し上げた通り10万円くらいだから、10万3,000円ぐらい、あ、13万だ13万ぐらいは今超えてるのにもかかわらず、はい、かかわらず、ちょっともう先にお値段伝えさせていただくんですけど、なんとこのセット全部ついて、はい、こっちのピアノじゃないですよ、コルグのシルバーエアねとセットが3つついて、お値段が税込みで98,780円。おすごい、10万円でお釣りが出るということですよね、もう本当に10万円以内で、はい、ピアノスタートするのに全部揃ってる、素晴らしいですね、素晴らしいですよね。
だって普通に、これからご紹介させていただくコルグの C1 エアってピアノ買っても椅子ついてこないんですよ。はい、そうです ね普通に買うとピアノ買って椅子買って、うん、もうそれだけでも10万超えてしまいますからね、うん、ね、本当に。だからこのセットを買わない手はないよね、逆にね。なんで買わないのみたいな逆にそうなっちゃうぐらいなん で、ね、お得すぎる、お得すぎる。もう逆にもう絶対これ買った方がいい買った方がいいです、うん、絶対買った方がいいし、はい、あの本当にスタートされる時ってまず何買えばいいのかわからないって方が多分多くいらっしゃると思うんですよ。でその時にもちろんご自身でいっぱい調べていただいてその中から選んでいただくっていうのもいいんですけど、まあ大人の方ね、お時間も多分あんまりないでしょうから、じゃあもうプロのお墨付きでこれがいいよっていう風だったらもうそれ安心して買っていただければ、はい、もう夫は嘘つかないですからつかないですね、嘘つかないですから、もう本当に今もうあの私このセット選びはあの関わってないんですけどでも今私がいろいろこう説明させていただいてもめちゃくちゃいいセット内容だと思います。はい、というわけでちょっとこれからですね、このコルグ C1 エアっていうのがどういうピアノなのかをご説明させていただきたいと思います。というわけで今度はセットのコルグ C1 エアの説明をさせていただきたいと思います。まずはですね、もう目を引くこのデザイン、ちょっとめちゃん撮っていただいてもいいですか。はい、ね、スタイリッシュだしすごくシンプルで無駄のない感じがすごくかっこいいですよね。なんかめちゃん好きそうな、はい、これが好きです、うん、はい、でこれはですね、蓋をこうやって閉めていただくとですね、ここがフルフラットになるんですね。なのでもし、まあ、ピアノお弾きじゃない時、まああんまりちょっとここからはちょっと仕事立て込んでてとかでちょっと弾かないよとか、お勉強忙しくてちょっと弾かないよってことであれば、まあ、ちょっとこうやってフルフラットにしていただいて、まあそうだな水物はちょっとね、あのご遠慮いただきたいですけど、ちょっとまあテーブル代わりにしていただくっていうのもできるかなと。なんかこうね、か飾っていただいたりとかねっていうことができるかなと思います。でまあもう本当に今見ても分かると思うんですけど、もう本当にコンパクトなんですよね。でちょっと寸法の方をね申し上げたいと思います。外径寸法ですけれども、幅が 1346mm、 そして奥行きこれが 347mm ですね。でちなみにここ今すごく短く見えるんですけれども、転倒防止金具がついてるので、実質あの壁にベタ付けということはできません。壁にベタ付けはできませんけれども、まあある程度もうでも本当に壁の脇ぐらいまで置いていただけるので、あとはこういうふうに譜面台を出した時にですね、ちょっと斜めにはなるので、その分っていう風に考えていただくといいかなと思います。高さが 926mm、 これあのキーカバーを開けた状態ですね。キーカバーを下げた状態ですとこういう形ですと 770mm という形になります。まあでもいずれにしても本当にコンパクトなので、なんかピアノを選ぶときって、めいちゃん今カメラ撮ってもらってるんですけど、どうですか今お客様の動向とか見てると、はい、あのどういったピアノをご希望される方が多いんですか？そうですね、うん、やっぱ鍵盤タッチと、うんうん、音色はもう、うん、まあ、必須ですよね。必須で、うんうん、あとはやっぱりスタイリッシュの幅も取らないっていうお客様も結構多い
印象ですね、うん、はい、そうですね。今めいちゃんも言ってたんですけど、やっぱりいろんな住環境の方がありますし、やっぱり例えばご家族多い方とかだと、あんまりこうピアノに幅取れないぞとか、あのピアノの動線周りとかね、結構なるべくこう安全にしたいぞという方とかは、やっぱりコンパクトなタイプというのをお選びいただくかなと思います。なので、まあ本当にどんなお部屋にもマッチできるような、すごくスタイリッシュなデザインでもありますし、コンパクトさもすごくいいと思います。でね、このC1 エア大人入門セットのみお色が選べるんですよね。で、今めいちゃんに撮っていただいてるこのお色味がブラックになります。で、ブラックなんですけど、ツヤあるブラックではなくて、どうですか、ちょっとこうマットな感じになってます。で、このね、マットの良さっていうのは、先ほどあの椅子でも申し上げたんですけど、指紋がつきにくい、汚れがつきにくいっていうのはすごくマットの良さですね。ポリッシュだと、まあどうしてもちょっとこう指紋がついちゃったりとかもするので、お手入れ結構大変かなとは思うんですけど、まあこのブラックはマットな色味ですね。で、ちょっと他の色味はね、今実際にお店にはないんですけれども、ちょっとこれもご参照いただいてですね、他にホワイト、そしてブラウン、ブラウンっていうのは木目調の仕上げになっています。そしてなんといってもめちゃくちゃ目を引くこのレッド、レッドかっこいいな。で、そしてウッデンブラック、ウッデンブラック、これも木目調の仕上げですね。で、あとはホワイトアッシュ、こちらも木目調仕上げになっています。ということなので、 1,2,3,4,5,6 全部で6パターンのお色味を選べるということなので、どうですか、めいちゃん、なんかピアノ何色が気になったりとかします？いや、でもやっぱり赤が目を引きますね。うんうん、赤ね、はい。赤は目を引くよね。はい。赤をちょっとお家に入れてみたいなって思うけど、ちょっとその勇気が出ないけど、でも絶対置いたら、もう家の中の主役になること間違いなしなんで、もう絶対お家帰ってどんなに疲れてても多分引き寄せられていっちゃうと思う。だからそうですね、お部屋の全体的な、まあ、色調とか雰囲気に合わせて、で、またやっぱり自分のね、こう引きたいって思わせてくれるようなお色味を選んでいただけるといいかなと思います。まあもう本当にね、ここはコルグさんにくいような驚きの6色展開あんまりないですからね。他のピアノであんま見たことあります？6色あるよって。ないですね。ないですよね。なので、もうこれはもう存分に迷いに迷っていただいて、6色の中からもう本当にお客様のね、個性とか好みに合わせたお色味を選んでいただきたいと思います。さあ、そしたらピアノの音色とかですね、ちょっといろいろ聞いていただけたらと思います。鍵盤は RH3 という鍵盤でして、リアルウェイテッドハンマーアクションということなので、まあすごく心地よいタッチ感があります。で、すごくナチュラルです。中音域は適度な打点感があり、高音に行くにつれて軽やかに打点できるようになっています。そして逆に低音に行くとですね、少し重さが加わるような形になってきます。で、これは本当にあのグランドピアノのハンマーアクションによる重さの違いっていうのをここでも体感できるぞというのが、このリアルウェイテッドハンマーアクション3という RH3 という鍵盤ですね。無視の鍵盤なんですけど、すごく弾き心地も良くて、かつナチュラルです。このナチュラルっていうのはね、結構ポイントですかね。よりアコースティックのピアノのアクションに近い。それってね、すごいね、疲れにくいんですよね。で、これがね、軽すぎてもペコペコして弾きにくいし、今度重すぎるとちょっと重くて弾き疲れがする。だからもうなんかちょっと、あ、なんか手パンパンになってきちゃったなみたいにもなっちゃうので、適度なこの重さ感っていうのはすごく本当にバランスがいいアクションだと思います。はい。あとはですね、まあもちろん88弦あるので、どんな曲にも対応できます。
そしてペダルも3本ペダルありますね。まあ3本ペダル、ちょっとスタートの方にとってはちょっとどういうペダルなのっていう感じかもしれないんですけど、左からちょっとご説明するとですね、一番左が弱音のペダルになります。まあソフトペダルというペダルですね。これをかけると少し音色が変化します。少し曇ったような、少し柔らかくなるような音色に変わります。そしてですね、ここがソステヌートペダルといいまして、このペダルを踏んだ時の音のみが保持されるという感じになります。まあこれはね、ちょっと曲が限られたりもするんですけど、時々使ってみるといいかもしれません。ちょっとこれだけこんな風になるよっていうのを少しご説明しますね。例えば、今この音を鳴らしてます。ソステヌートを踏みました。そうするとここのドの音だけが保持されます。それ以外の音というのは保持されないので、例えばベースをしっかり鳴らしておいて他のパッセージを弾いてるとかっていうのもできますし、今ちょっとね上に上がっちゃってるんでさすがにできないですけど、このソステヌートペダルとダンパーペダル、右にあるペダルですね、この2本使いっていうのもできます。まあだから応用すればもしかして3本一緒に踏めるかもしれないんですけど、まあそういうような踏み方も、まあできるかなというところですね。で、先ほども申し上げましたダンパーペダル、これはもう皆さん絶対使うと思うので、こういう豊かな響きを生み出すのがダンパーペダルになっています。はい、ということでどんどんこちらのシワエアの機能をご説明させていただきたいんですけれども、同時発音数は120、最大120あるので、もう本当に音数たくさん入れてもらってペダルもずっと踏み続けても音が減ることなくちゃんとレイヤードされていくということですね。これが例えば発音数が8とかになると、8音カウントされたらどんどんここの最初の音がこうやってなくなっていっちゃうんですよ。だから音の響きを豊かにしたくても発音数がちっちゃいとね、どうしても音のあれなんかどんどん音がなくなっていっちゃうっていう感じになるんですけど、この C1 エアに限っては120あるので、どんな曲弾いててもなんか音が薄くなるなっていう感じはしないと思います。はい、で音色は30音色ありますね。でエフェクトもちょっとエフェクト見ていただくとですね、ブリリアンス、リバーブ、コーラスで、これがね各3段階あるっていうのことなので、リバーブもかけ方、ライトなものからディープなものまでねかけていただけますよということです。あとはレコーダー、レコーダーは最大14,000ノート分ですね、レコードができるということです。あとデモソングが50入ってます。で、メトロノームもテンポ、拍子、音色、音量が変えられます。あとは接続端子、ラインアウト、あとミディ、これもインアウトできます。でヘッドホンも2つあるので、例えば、まあ、真夜中にね、2人で連弾するとかそんなこともできますので、それぞれのヘッドホンでお使いいただけます。というわけで、ですね、もう軽さ、さっき質量言うの忘れたんですけど35キロ、めちゃくちゃ軽いですなのでちょっと重さ気になる方も全然心配なく置いていただけると思います。さあ、そしたらちょっと音色とか行ってみましょうかね。デフォルトのピアノ位置、でピアノ2、ちょっと輝きがあって弾力がある音色ですね。でエレクトリックピアノ1、そしてエレクトリックピアノ2、リバーブ抜いていただくと結構ドライな感じになるので、まあ曲調によってこういうのをね選択
していただけるといいかなと思います。とハープシコード、なんかね、曲のジャンルもいろいろあるから、こうやっていろいろ変えていただくとそれぞれの曲の良さとかが出るかもしれないですね。オルガン1で、オルガン2で、このコンパクトなボディから鳴ってるとは思えない荘厳さ。そしてスタリングス、スピーカーもめっちゃいいですね。はい。そしてベース&ピアノ、これが面白いですよ。なんと2音色がレイヤードできる。これもなかなか楽しいと思います。で、あとは。そうですね、ここでリバーブコーラスブリリアンスかけることができます。あとはね、メトロノームとかちょっとやってみますかね。で、メトロノームのテンポもここですぐ変えることができます。プラスマイナスついてて、例えばなんかこれからレッスンに通われる方とかいるかもしれないんですけど、ちょっとじゃあテンポ80で弾いてきてくださいとか、結構ねテンポをキープして練習するっていうのもすごい大事なんですよね。なんでかっていうと、自分のこの指の都合に合わせて釣りはーとかなっていくとビートがねすごいねブレる。どうですか、めいちゃん的に。はい、ビートブレるって嫌じゃないですか。嫌ですね。気持ち悪いですよね。気持ち悪い。そうそうそう。ね、このビートにちゃんとコントロールして指を合わせていけるっていうのが結構上達のポイントになるので、どうしても自分のなんかこの指の持っていき方の癖で遅れちゃったりとかする方は、ぜひメトロノームを使って無理ないテンポから練習していっていただけるといいかなと思います。うん、でそういうところで多分メトロノームも絶対に使うし、デモソング流してみたいと思います。ここのデモっていうところがあるので、例えばピアノソング、これだけ聴いててもらってもすごい楽しいかも。なんか自分の弾きたい曲とかがこの中にあればお手本の一つになりますね。そして一緒に弾けちゃう。あ、間違えた。でこんな風にデモソングもついております。まあもう本当にね、機能はすごくたくさんあるんですけど、ホルグさんのこの C1 エアの良さってここのコントロールパネルがめちゃくちゃ見やすいってことなんですね。ちょっと寄ってもらってもいいですか。で今選んでる音色、選んでるコマンドのところに実際にこうやってライトが止まりますので、本当に分かりやすいです。今自分が何してるのかなっていうのが見えやすいですね。でここの液晶もすごく見やすいですし、ここで音量の調整もスルスルっとしていただけます。ということで、どうですかめいちゃん、 C1 エアの魅力満載、コスパ良し、はい、ピアノとしてのすごく性能もいいですし、やっぱり一番初めに使っていただくピアノってすごい大事だと思うんですよね。まあいろいろねお値段ありますけど、やっぱりその中でも安心して今お買い求めいただける、なんかスタートの時にすごい高いの買うのってハードル結構ありません？はい、あります。なのでそこまで気負わずに、だけどその中でもいい楽器に一番最初に触れていただいた方がいいので、そういった意味でも本
当にこのコルグ C1 エアーはもうめちゃくちゃおすすめです。はい、これはもう本当に男女問わずもう好きになっていただけるピアノだと思うので、はい、もっと一押しのこのねセットのスタートセットに、コルグ C1 エアーを選ばせていただきました。というわけで、大人入門セットですね。10万円以内で始めるっていうことで、コルグ C1 エアーとこちらのセットがついてですね、はい、お値段ちょっとねもう一回申し上げますね。10万円以内ってことなんで、はい、お釣りが来ないと嫌ですよね。はい、嫌ですよね。マジの顔でした今。はい、ということなので税込みこちらのセットがコルグ C1 エアーにつきまして税込み98,780円です。わあ、もう何回聞いても何回聞いてもね、潔い音だよね、はい、数字の音がねはい、ということでポイントはこちらの3点がつくということと、あとお色味を6種類の中から選べます。はい、ブラック、ホワイト、ブラウン、レッド、ウッデンブラック、ホワイトアッシュ、こちらの中からお選びいただけるということなので、めいちゃんだったら何推しだっけ。赤ですね。はい、めいちゃんだったら赤だそうです。はい、はい、私はホワイトアッシュにしとこうかな。はいということで10万円以内で始めるプロが認める電子ピアノ超おすすめスタートセットの紹介でした。でこちらですけれども、めいちゃんどうやってご購入が可能なんでしょうか。オンラインショップから、はい、ご購入可能なので、はい、概要欄にも貼らせていただくんですけど、はい、の URL から飛んでいただくか、はい、オットのホームページからか、オットピアノオンラインショップと検索していただくと出てくると思います。はい、はい、ということなのでぜひぜひそちらもチェックしていただいてですね、一番最後ちょっとお支払いのことなんですけれども、オットオンラインショップから、お支払いができます。それは分割36回払いまで金利手数料無料キャンペーン中ということなので、例えばですね、まあ、24回払いならということで今ちょっと書いてありますけど、24回払いだったら月々4100円でこのスタートセットが買える。すごい。で12回払い、まあ、1年だよね、はい、1年で考えると月々7400円だって。1年で安いですね、うん、めちゃくちゃ。めっちゃどうします、あの貯金して1年ね、例えば10万円貯めて買うのと、もう分割にしちゃって今買っちゃうの、どっち選びます。金利手数料が無料なので、うんうん、そう、そこが大きいよね。そうですね、変わらないっていう。変わらないよねじゃあ早く物を先に届いた方がいい、うん、ですよね、はい、結局、まあ、その1年早く、1年例えば貯金することを考えたら、もう1年早く始めちゃった方が、そうですね、1年の差ってすごくないですか。すごいです。うん、そうだからやっぱり始めようって思った時がやっぱりスタートの日だと思うし、もうその日になるべくもう動いた方が、気持ちがほやほやのままねやった方がいいと思うので、まあ、もちろん貯金っていうのもいい手だとは思いますけど、せっかくね金利手数料無料なので、こちらの分割払いの方もねぜひご利用いただいてご購入いただけるといいかなと思います。はい、はい、というわけでちょっといろいろご説明してまいりましたけれども、今日はピアノオンラインショップのですね、すっごくお得でもう絶対これ買わなきゃ損だよっていう10万円以内で始めるプロが認める電子ピアノ超おすすめスタートセットのご紹介させていただきました。ありがとうございました。JR 秋葉原駅徒歩2分、日本でも珍しい電子ピアノ専門店、国内外主要メーカーの電子ピアノを多数展示しています。実際に弾き比べてその違いをゆっくりと確認していただけます。専門知識を持ったスタッフがあなたにぴったりの電子ピアノをおすすめします。またオットーではピアノ教室を併設しています。まずはお気軽にピアノを弾きにお越しください。電子ピアノ専門店ピアノ教室オットー秋葉原、無料体験実施中。